はい皆さんこんばんは株赤の時間でございますはい今日ですねあの三井村松島と呼ばれる三井松島ホールディングス1518の決算が、えー、出ました私自身ですね健康一滴投資をして、まあ、この銘柄を選ぶに至っているんですけれどもまあ内心ねやっぱ結果が出るまではねハラ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 してましたうん ストーリーの変更とかね。まあ、かなりの確率でないんじゃないかなと思っておりましたが、まあ、ちょっとこの、えー、三井町真ホールディングスの決算、えー、私、まあ、ホールド銘柄でございますのでね。はい。あのー、こちらをですね、あのー、ちょっと検証して展望していきたいと思いますので、よろしくお願いします。えー、まずこの証券コード1518、三井町真ホールディングス、石炭商社。 海外,海外の、えー、炭も、えー、石炭も輸入販売しますよと。で、施設運営、飲料ストローも展開、参加に、えー、名工紹介っていうのがありますよということですね。で、株主の構成ではね、あの有名な、ね、投資家ユーチューバー、井村さん、これね、この人も、えー、5%以上の、ね、大量保有報告出してる。まあ、現物全力投資してるっていうことでね、えー、有名な銘柄でございます。 まあ私自身はね、えー、全力投資してます。うん、この銘柄にね。えー、まあ今はなんですけどね、基本的に短期投資なんでね、コロコロしますけれども、今のところはこの三井松島でカブアングランプリ優勝を狙おうと思っております。で、まああのー、井村さんがね、研究して、それで入った時とはね、随分時を後にして、 まあ、私が入ったタイミングというのは、ねまあ、ウクライナの問題が結構過熱してそれをきっかけにです、ね、これもう一段上昇あるなということで、ね、入ったんですけども、えー、ちょっとこの、えー、同社の、ね、情報を振り返っていきたいと思います、えー、本日現在です、ね、時価総額254億円 PR2.7 倍 PBR0.71 倍利回り8.23%信用倍率4.43倍 エロイク1.7%ベータ0.81っていうことでですね、ぶっちゃけ、えー、まあ割安ですよね。で、割安とクソ株の境目って本当に難しいです。で、ここは、あのー、中をしっかり見てね、本当に割安有料株なのか、ただのクソ株なのかを見極めなければならないわけですね。 で、えー、今の私がエントリーした理由としてはね、今の試合も含めてね、めちゃくちゃ追い風だなと判断して入ったわけなんですけどね。はい。では、業績を見てみましょう。えー、前期の業績なんですけども、えー、減収増益なんですよね。で、売上が18%下がり、営業益は4.3倍。経常益は2.8倍。で、最終益、えー、黒点しておりますと。 で、単独4クォーターだけで見てみますとね、まあ、今日、今回通期決算出ましたんで、売点上パが23.3%減、営業益は5.8倍、えー、経常益は5.6倍、最終益は13倍というね、驚異的な増益実績を出してます。売上がなんで下がってんのかって言ったら、これはですね、えー、収益認識に関する会計基準の影響ということによる減収です。 まあ、つまり会計の、ね、考え方が変わったからということで、まあ、全く問題ないということになりますで。次です。そもそも会社予想に対してきちんと上回ったのと言ったら会社予想に対してきちんと上振れ着地をしていますと、うんで。今期の見通しはどうなのということですね、まあ。新しい期が始まって、そうするとですね売上、えー、22%増の予想営業益69.9%増予想 経常益72.2%増、最終益76.1%増を予想しているということなんですけども、営業益、経常益、まあ利益に関しては、実は2022年3月、えー、今回の通期が過去最高でした。それをさらにこれだけね、60%、70%というね、えー、増益の成長をしますよというですね、宣言をしています。 で、売上ですね。これも、えー、増、増収を予想しておりまして、2021年、えー、のところに、えー、迫ろうという増収プリを予想してますと。それでは財務の方を見ていきたいと思うんですが、自己資本比率は52.2%。で、これは2021年3月期では42.8%だったんで、まあ、良くなってるっていうことが言えるでしょうと。 BS を見ると、資産も負債も、えー、ちょっと減ってます。資産は前年、えー、前事業年度に比べて15.9%減。えー、負債に関しては19.9%減。まあ、単純にね、ちょっとシンプルに考えて、筋肉質になってるっていうことがわかります。さあ、PL を見て、あ、ごめんなさい、えー、負債の方ちょっと見ていきたいんですけど、私が気づいたところ。 短期借り入れと長期借り入れが重くそく減少してます。これはね、やっぱり交換されますね。だからつまり筋肉質になってるっていうことが言えます。PL を見ていきたいと思うんですが、粗利率、営業利益率、ともにね、すごく良くなってます。うん。まあ、これだけの増益、前年増益をしてるっていうことからも、理由がつくようにね、やっぱり利益率がとてつもなく良くなってるってことですね。粗利率に関して言えば、 昨年度が17.4%が今年今、当会計年度では35.2%。営業利益率は3.2%の営業利益だったのが18.1%となってると。これはね、すごいし、もっと重要なことがあります。もっと重要なこととしては、今期の新しい機の利益はさらに増益するんですよ。これさらに上がるんだってことですね。 これすごいですよ。じゃあ営業キャッシュフローをちょっとじっちゃまのルールに照らし合わせて見て,み見ていこうっていうことなんですが、まず、えー、ルール3つあります。1つ目、まず順理より大きいですかっていうことですね、営業キャッシュフローが。これバッチリクリア。2つ目、えー、営業キャッシュフローはちゃんと増えてますかこれもクリア。3つ目、営業キャッシュフローマージンは 15%以上がいいよってことなんですけど、19.1%です。これ素晴らしい状態と言える、言えます。まあ、詳しい内容は、え、ノートの方に、え、数式とかそういうのも含めて書いてますので、参考資料も含めて添付してますんで、え、ノート見てください。ではですね、投資キャッシュフロー、これはどうなのっていうことなんですけど、 こちらですね、投資キャッシュフローについてなんですが、まあ、いろんなところにね、あの、投資しているっていうニュースも IR で結構出てたんですが、えー、投資収益になってますね。お金が出てくより入ってきた方が大きい。なんでかって言ったら、えー、要するにですね、その、持ってる資産を、え売却してきましたってことですね。うん。売却してきましたよっていうことです。資産の売却収益で、 えー、入ってきたものの方が多いですよっていうことですね。では、セグメント情報の方を、えー、詳しく確認していきたいと思うんですけど、とにかく、今季、えー、エネルギー分野ですね。これ、こちら生活関連とエネルギー関連ってあるんですが、エネルギー関連の増益っぷりが半端ないです。で、えー、新しい期、えー、ね、えー、2023年の3月に向けての、え、業績はどうなのって言ったら、 やはりね、エネルギー関連の増益っぷりを、えー、資料で解説しています。そちらもね、えー、添付資料、ノートの方貼ってますんで、ぜひ見てください。で、売上の方は、このエネルギー分野、それが主軸なんですが、ちょっと落ちてきてるんです。でも、とにかくね、まあ最近ね、インフレ、インフレって言うけど、インフレの正体はエネルギーなんですよね。このエネルギーって言ったら、その石油、石炭なわけなんですけど、 価格がどんどん上がってるんですよ。つまり私がカブワングランプリにね、あのー、この銘柄を押した理由なんですけど、インフレを思いっきり追い風にできてるんだってことですね。売り上げが下がってもとんでもないね、あのー、増益を、えー、発揮できてるんだってことですね。うん。で、チャート。チャートの方を見ると、 これ、10年、20年単位の月足で見ていただければわかるんですけども、まあノートに添付してますが、まだまだ上あります。まだまだ上昇余地があるんじゃないかなと。まあ PER がね、未だに2.7倍とかね、そんなところを見ていただいてもわかる通り、まだまだ上があるんじゃないかと思います。 ま、以上の内容からちょっと今後の投資戦略っていうところを、え、私なりのね、え、観点で言いたいんですが、ま、投資の最終責任はあくまでも自己責任でお願いしますが、ま、これだけの超絶工業績、超絶成長銘柄。ま、これがね、PR2.7 倍で放置されているっていうことがまず驚愕。これはね、朝倉圭さんもびっくりじゃないですか日本株。 まだまだ安いんですよってね。まあ、朝倉圭さんがね、言う気持ちも、ちょっとは分かってきますよね。うん。朝倉圭さんって言ったら、まあ、メガネかけてるんでね。まあ、こんな感じですね。日本株、まだまだ安いですよー。皆さん、お疲れ様ーす。まあ、こんな感じなんですけど、まだまだいけんじゃないかなと思います。とにかく今年は、あのー、いける。 と、えー、この、決算分析と、あと、決算書とね、それから中期経営計画に対するね、この資料、私今ね、全部読みましたんで、これね。それ見て思いましたね。まあもちろんね、えー、ボラティリティは激しいですよ。ね、時価総額200億ぐらいのね、会社に、JP モルガンだとかさ、えー、ゴールドマンだとかが空売り入れたりするんでね。あの、ボラは激しいですよ。ただね、この業績はね、 えぐいえぐいで、これ、あの、詳しい資料ね、ノートの方に載せてますが、とにかく石炭価格の値上がりっぷり、これを見ればね、まあ、売り上げ下がってるにもかかわらず、異次元の増益がなぜ実現できてるのかってのが、もう痛いほど分かった。はい。まあ、で、営業キャッシュ論も素晴らしいですよね。で、まあね、まあ、さらに、まあ、こう言っては不謹慎なんですが、 えー、ロシアに対する金融、経済政策、経済制裁。まあ、これもね、追い風なんですよ。さらなる追い風。まあ、私もね、実はね、この数週間前、一、二週間前にね、そのニュースを受けてね、このエネルギーのインフレを肌で感じるようになり、えー、それからロシアのね、金融制裁、これをね、えー、ニュースで見て、そして、健康一滴、全力ぶち込み投資ぶ,ぶっかました次第なんですが、まあ、週明けね、 まあ、これね、カブワングランプリ、それから私のね、投資。まあ、あとは私の信念と握力。まあ、それでね、今年これ勝負してみたいなと思ってますね。まあ、カブワングランプリもね、この銘柄、この銘柄選んだのどうやらね、私だけですのでね、優勝を目指してね、行きたいなと。そしたらね、多少はね、このね、チャンネル登録も増えてくださるかなと思ってます。まあ、詳しい内容はね、 ノート書いてます。私のね、前日に明日はこの銘柄に注目だよっていうの結構的収率抜群に高いんでね。ぜひノートのフォローもお願いします。ってことで、取り急ぎ三井町マホールディングスの決算分析、速報版でお伝えしました。それでは、えー、今日決算1200社出てます。えー、明日と明後日にかけて、えー、この1200社全部、 見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録、いいねボタン、通知ボタン、ノート、登録、ぜひ、お願いします。いつも皆さん、ご視聴ありがとうございました。ではではでは。